カール・ヨハン・トーマス・エンクビストは、スウェーデン・ストックホルム出身の男子プロテニス選手。1999年の全豪オープン男子シングルス準優勝者。シングルス自己最高ランキングは4位。ATP ツアーでシングルス19勝、ダブルス1勝を挙げた。身長190センチメートル、体重88キログラム。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。 トーマス・エンクイストと表記されることも多い。1991年全豪オープンと1991年ウィンブルドン選手権のジュニアシングルスに優勝し、同年にプロに転向。四大大会では1992年全豪オープンで初出場した。1992年10月にボルツァノ大会でツアー初優勝。1995年に 世界ランキングを60位から7位に上げ、最も上達した選手賞を受賞した。この年から男子国別対抗戦デビスカップスウェーデン代表選手となる。1996年全豪オープンで初めて4、大大会ベスト8に進出、アトランタ五輪にも出場した。同年のデビスカップでスウェーデン代表は決勝まで進出し、エンクビストはシングルスで2勝を挙げたが、 フランスに2勝3敗で敗れた。1999年全豪オープンでエンクビストは初めて4大,大大会決勝進出を果たしたが、その同定で地元オーストラリア選手を2試合連続で破り、3回戦ではパトリック・ラフターを4回戦ではマーク・フィリプルシスを破った。決勝戦の相手は1996年全仏オープン優勝者。 エフゲニー・カフェルニコフであったが、エンクビストは6から4、0から6、3から6、6から7でカフェルニコフに敗れて、準優勝に終わった。エンクビストは、怪我に悩まされるようになり2001年ウィンブルドン選手権で、ベスト8に進出したが、2002年2月のオープン13が、最後のツアー優勝になった。2005年11月のルクセンブルクでの大会が、 最後のトーナメント出場になり2006年4月、32歳で現役引退を表明した。エンコビストは2010年からデビスカップスウェーデン代表の監督を務めている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退。 LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。